ワシントン共同、米東部ペンシルベニア州バトラーで13日午後6時、日本時間14日午前7時、次、集会で演説していたトランプ前大統領に向けて何者かが銃を発砲した。米主要メディアが報じた。現場では複数の発砲音が聞こえた。トランプ氏は右耳の辺りを負傷したと見られ、流血も見られた。警護担当に囲まれて講談し、 待機していた車両で会場を後にした。写真、トランプ陣営、造反警戒15日開幕の共和党大会。トランプ氏の陣営は、トランプ氏は大丈夫だ。近隣の医療施設で診察を受けているとの声明を出した。AP 通信は地元検察の情報として、銃撃の容疑者一人と集会の参加者一人の計二人が死亡したと伝えた。大統領警護隊。 シークレットサービスの広報担当者は X、旧ツイッターにトランプ氏の安全は確保した。現在捜査中で情報が得られ次第公表すると投稿した。トランプ氏は発砲音の後、右耳を押さえて縁台の裏にしゃがみ込んだ。警護担当が駆け寄ると立ち上がり、剣を突き上げた。ペンシルベニア州は大統領選の激戦州の一つ。